皆さんね、猫背やったら、まあ、この辺とかね、ストレッチしがちだと思うんですね。これが、まあ、腕が結構関係するんですよ。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回も、とも先生にストレッチを教えていただきたいと思うんですけども、はい、皆さん、1本目の動画は見ていただきましたか？ストレッチ整体師とも先生にお腹ぽっこり解消スタイルアップのストレッチを教えていただいてますので、ぜひ1本目もご覧ください。今回2本目はですね、はい、ちょっとヨガマットではなく椅子に座った形になりますが、はいはい、私がとも先生にリクエストしたんですよ、うん、食事の効果を高めるストレッチを教えてほしいって言ったら、うん、今までそういうのなかった、いろいろ調べたんですよね、はいはい、そうですね、その中にないので、うん、やっぱり食事の効果って、まあ、食べ物の栄養素とかそういうのはもちろん体に影響があるんですけど、食べ物を受け取る自分の体の状態が悪いと食べ物の効果って出にくいんですよね。そうなんですよ。それに姿勢が関係しているということをお伝えしようと思ってます。はい、はい、なので同じ食事の内容でもその食事の効果をより高めて美容健康効果をアップさせるという食前のストレッチ。食前のストレッチ、はい、はい、よろしくお願いします。やっていきましょう。食前にやるっていう想定なので、はい、椅子に座って簡単にできるんですよね。そうですね。あんまりねこう目立ちすぎても何やってんねんっていう話になると思うんですよね。そうそうそう。なんかこんなのどうしたのあの人みたいな。そうそう。多分周りに人いなくなると思うんで、それもなんかちょっとおかしいから、まあちょっと机の下でなんかちょっとこそっとできるようなことも結構盛り込んでますので、やりやすいかなと思います。なるほど。はい。今回7種類ストレッチがあるっていうことなんで、はい、やりやすいのをね選んでやってもらってもいいですよね。はい。もう時間もね5分できる人もいれば1分しかできない人もいると思うので、そこからチョイスしてやってもらうといいと思います。はい、はい、ではお願いします。はい、お願いします。姿勢が悪いと内臓の働きっていうのも悪くなっちゃうんですね。ありますよね。だからこう、はい、姿勢が悪くって、うん、こう内臓が圧迫されてると、うん、うまく、ね、消化吸収とかもできないですもんね、はい、そうなんですよ。やっぱこう圧迫されると働きにくい。内臓と姿勢ってあんまり関係ないように思われがちなんですけども。そうなんですか、はい、めっちゃ関係ありますよね。ありますよ。例えばですね、逆流性食道炎とかって、はい、前かがみになると胃酸が上がってきやすいとか、ね、それ考えるともう前かがみになってるだけで内臓に影響があるということが分かりますよね、はい、なのでもう本当にダイレクトに姿勢っていうのは内臓に影響してくるということなんですね。ということは食事にものすごい影響あるってことですよね。ありますよね。私は普段、うん、食事の時はできるだけリラックスして、うん、もう楽しく美味しく食べてねってお伝えしてるんですね。素晴らしい。それは副交感神経を高めてほしいからなんですよ、うん、食事の時に交感神経が高い状態だと、うん、食事の効果ってうまく出ないんですけど、うん、現代人ってみんな交感神経が常にこう高めの状態で、うん、はい、なかなかこうリラックスした状態で食事ができる人が意外と少ないなって。少ないですよね、うん、みんな頑張りすぎなんですよね。ですよね。やっぱね、はい、リラックスして、してそれをこうね、はい、ストレッチで緩める方法っていうのも、うん、あるですね。はい、ストレッチってことは、まあ、筋肉を柔らかくするので、まあ、副交感神経、まあ、リラックスモードに持っていくことができるんですよね、はい、では早速やっていきましょう、はい、猫背になると圧迫されるということなんですけども、うん、皆さんね猫背やったら、まあ、この辺とかねストレッチしがちだと思うんですね、はい、これが、まあ、腕が結構関係してるんですよ。へー、はい、どうですか。はい、例えばですね、腕を内にこうやってグーッとやると肩って内に巻いてきません？そうそうそう。なので肩こりある人とかもここだけマッサージしててもあまり意味なくて、腕をしっかり開ける状態にすれば肩はいい位置に来て猫背とかも解消されていくんです、うん、それどうやるかって言ったらですね、腕をできるだけ開きます、うん、そうそうそう、うん、皆さんこう内にねねじれてることが多いので逆の反対に開く、そうです、そうです、はい、でその状態で椅子に手のひらを下にしてつく、はい、でちょっと後ろに倒れると伸びますよね、うん、はい、ここが今伸びてると思うんですよ、はい、でももう少しねここが広かったらこういう感じでつきやすいと思うんですけど、まあ、ちょっとまあ狭いのでこういう感じでねついて後ろにちょっと倒れていくと、はい、この辺伸びてますよね。でこれで伸ばしていきます。そうすると猫でも解消していく。確かに肩がグッて後ろに行きますね。そうなんですよ。胸が張りやすくなってきますので、うん、腕が張ってきますね。なるほど、はい、ではさっきのようにセットしてもらって、はい、
で後ろに倒れていきます。はい、そんな感じ。はい、見やすいようにこういう感じ、ね、で後ろに倒れていくと、まあ、こういう感じになる。ここ伸びていきます。肘の内側が、うん、そう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 、伸びてます。そうです、こう伸びます。ここピンと伸びていきますね。はい、はい、でもさりげなくできますね。そうなんですよ、バレないんですよこれ。どうしたらバレへんかなと思って作ったんですよ。すごい、さすがです。これはね、全然わからないんで、はい、OK です。これは普段から仕事の合間とかでもできて、あ、そうそうそう、確かにね、食べる前じゃなくても仕事中にもできやすい、うん、では2つ目ですね。はい、2つ目やっていきますね、はい、さっきも言ったように巻き型になってしまうと猫背になっちゃうので、胸を開く方向に持っていきたいですね。これもちょっとバレないようにやっていくために後ろで手を組んでもらう、後ろで手を組んでもらいます。こんな感じね。でここから少し後ろに引いていくと胸がこう張れますよね。はい、これでやっていきます。ちょっと背もたれがあるのでちょっとだけ前に座ってもらって後ろに引いていく。バレませんよね、この姿勢。結構私よくやります。あ、やります。普段合間で、うんうん、なん無意識のうちに伸ばしてるんですね。ここが硬くなりやすいから、うん、これを30秒やっていきます。はい、で後ろにこうやって引いていく、こんな感じね。はい、この姿勢気持ちいいですよね。気持ちいいですよね。でこれ、呼吸もしやすくなるんですよ。あ、うん、胸が開くから。そうです、そうです。呼吸が整えばそれも副交感神経優位になっていくので呼吸の関係もありますね。なるほど、体はつながってますね、本当にね。結構肩甲骨を寄せるイメージでやってます、うん、あ、それがいいと思いますよ。グーと、はい、いい感じで、はい、うん、なんかこれだけでスッキリします、うん、スッキリしますよね、うん、でなんか空気も吸いやすいと思うんですよ、うん、では3つ目お願いします。はい、3つ目、これはですね、首のストレッチになります。はい、首の横、まあ、若干前側、うん、ここを伸ばしていくんですけども、ここも硬くなると首を前にこう引っ張ってしまって猫背になっちゃうんですね、はい、まあ、よく言うあのストレートネックとかにもつながってきます。なのでここを柔らかくしてしっかり首が後ろに引けるようにしていきます、はい、まず右の、ね、首から伸ばしていくんですけども、その時は左手で右の肩をちょっとだけ引き下げます。そうです、そうです、首を左に倒していきます。でこれもなかったら首の上で倒さないといけないので、バレやすいじゃないですか。バレにくくしようと思ったらちょっとこっちを下げとくと、そんなにね左に倒さなくても伸びてくる、うん、でこれやっていきます、はい、軽く押さえてもらって左に倒していきます。伸びてます、伸びてます、うん、ちょっと後ろぐらいにするイメージ、うん、前横、あ、そうですね、横からちょっとだけ上向く感じ、うん、うん、にすると前側まで前が伸びます、うん、伸びてきますよね、うん、で首痛い人は無理しないでください。この辺ね伸びてますよね。大事です、首、うん、首のシワにも効きますよねこれ。さすが美容系ですねやっぱりね。そうなんですよほんまに、はい、はい、OK、 じゃあ次反対押さえて次は首を右に倒す、若干上向いてもらうと前まで伸びてくるかなと思います。どうですか、いい感じです。ここの首が硬くなって引っ張ると、はい、顔のたるみとかにすごい影響があるって、ま、おっしゃる通りで引き下げてしまうんですよ。ね、顔が下に引っ張られちゃうんですよね。そう、その辺めちゃくちゃ大事ですよ、それ考えても。これ食事だけじゃなくて、うん、綺麗なフェイスラインが大事です。そうですね、話がだいぶ広がってきましたね。メリットいっぱい。はい、OK です。皆さん、これは常にいろんなところで思い出したらやるといいです。あ、そうですよね、お風呂でよくやります。あ、おー、うん、いいですね、結構意識されてるんですね。あの顔下げたくない。皆さんそうですよね、やっぱりたるむのだけはね避けていきたいですよね。首って年齢出るじゃないですか。あ、そうですよね、シワをなくしたい、うん、それを考えても首だけじゃなくてね、やっぱりこういう肩とか、うん、姿勢とかから直していくのがいいですね、うん、では先生4つ目、はい、お願いします。4つ目やっていきましょう、はい、これはですね、お腹をしっかり伸ばしていくストレッチになるんですね、はい、まあ、お腹、まあ、内臓に、ね、直結していきますのでこう伸ばしていくんですけども、これは右にまず通します、はい、ちょっと左にひねると左の脇腹伸びましたね。これだけで伸びる、伸びましたね、はい、そう、
ちょっとこれはバレちゃいますけど、いいですよね。このぐらいはね、ちょっと傾いてるそう。こんな人いますよね、その辺にね。これでね、ちょっと伸ばしていこうと思います。はい、ではセットしてもらって、まあ、右倒して、左にひねる。腰痛い人は無理しないでください。例えば、まあ、ここに手をついておいてもらってもいいかなと思います。まあ、痛くない人はね、これでしっかりと伸ばしていきます。腹筋鍛えられますね。あ、そうですね。トレーニングにもなると思います。はい。結構、お腹プルプルしてる。プルプルしてきますよね。ちょっとしんどい人はもうこれ30秒じゃなくて20秒でも10秒でも大丈夫です。しっかりと結構力入りますね。はい、うん、お腹に効いてます。そう、はい、次反対やっていきますよ。みんな大丈夫かな。次左倒して右にひねる。はい、ここね、ビーンと、はい、効いてます。効いてますよね。お腹硬いとね、内臓の働き悪くなっちゃうんですね。なるほど、うん、柔らかくして内臓にもいい環境を作ってます。はい、伸びてるな。やっぱこう伸びてる時って、うん、伸びてる場所感じたいですね。あ、そうですね。あ、伸びてるみたいな、うんうん、この辺をねちょっと意識しながらやってもらうと、はい、はい、あとちょっと、はい、 OK です。どうですか。なんか全身が温まってきました。温まってきましたね。結構ね、効くんですよ、これだけでも。それでは5つ目ですね。はい、5つ目です、はい、次はね、ストレッチというかちょっとエクササイズになって、うん、まあ、循環を良くしていって、はい、まあ、全体循環良くなれば内臓の循環も良くなりますので、それをやっていくんですけども、まあ、机の下にね、ちょこっとやってもらいたいんですけど、つま先立ちみたいな感じですね。かかとを上げて、つま先立ちで、また下ろす、上げる、下ろすっていう感じね。簡単です。簡単です。ふくらはぎがしっかりと使われますので、ふくらはぎって第二の心臓とも呼ばれて、ね、はいはい、すごく循環に関係するところなので、はい、しっかりここを使っていきたいと思います。はい、やっていきましょう。はい、かかとを上げて下ろす、上げて下ろすって感じね。ペースは、あ、もう自分のペースで、自分のペース、はい、あまり速くてもあかんかなと思うんですね。しっかり上げ切る、うん、上げ切るっていうのが大事です。ギュウギュウ言ってますけども、ギュウギュウ言ったらちょっとバレますね。これ上げた時にふくらはぎがそうキュってね、キュってなったら正解。はい、 OK、 いい感じです。はい、はい、では先生6個目をお願いします。6個目、はい、やっていきましょう。次はですね、足のトレーニングなんですけども、はい、足の裏同士を合わせます。お、足の裏同士、はい、つま先を上に向けます。上向ける、はい、この時点でちょっとつりそうになるかなって思うんですけども、はい、まあ、あまり無理しないでください。できるだけ上に向けるって感じですね、はい、でこの状態でちょっとだけ浮かせる、浮かせる、はい、これでキープです。きついでしょ。内側にすごい効いてる感じです。そう、内側からちょっと下腹部の方まで、うん、ちょっとだけでいいですよ、浮かせるのは、はい、でしんどい人は椅子こうやって持っておいてもらっても大丈夫です。ちょっと秒数減らします。そうですね、ね、30キスキス、そうですよね。10秒セット、あ、10秒ぐらいが、はい、ね、そうですね。では合わせてもらって、合わせてつま先をちょっと上に向ける、はい、ちょっと浮かせる。これかなり筋トレに近い、筋トレですね。しんどい人はお前無理しなくてもいいです。で、一回休んでもいいですもん、悩んだら。はい、10秒やっただけで、うん、すごい、うん、聞きますよね、聞いてる感じです、はい、あともう10秒やっていきますね、はい、はい、よいしょ、2セットですね。2セットですね、10秒2セットやってください。これは内側にすごい効く、効きますよね。これがお腹につながってくる、ね、そうです、そうです。下腹部まで、ごめんなさい、下腹部まで効いてると思います、はい、内側の筋肉使う人少ないんですよ、ね、うん、一番衰えやすいですよね。そうなんですよ。で、やっぱりこう衰えてくると横脚になったりとかするので、うん、引き締められるようにするためには内側の筋肉を働かせることがすごく大事です。だからあんまりね、使ったことないから釣りやすいんで、うん、あんまり無理しない方が最初はいいかな。日常には本当に使う機会が少ない、うん、この筋肉たち、うん、筋肉たち、なんですよね、ちゃんと使っておいてもらいたいということですね、はい。では7つ目、はい、最後ですね、はい、次が最後です、はい、次はちょっと簡単なんで、はい、大丈夫ですかね。もっときつくなる。怖がらないで大丈夫です。
これはね、次ツボを押していきます。ツボ、うん、押すだけなんでめちゃくちゃ簡単なんですけども、はい、足のツボ、足三里っていうツボを押さえます。お皿の下にちょっとくぼみがあると思うんですよ、はい、でそこから指4本分下、はい、に行ったところ、うん、で足首をちょっとこっちに起こすとボコッと盛り上がってくる筋肉があると思うんですけど、はい、そこの筋肉上に筋肉の上で取ります。ここを押さえていきます。まあ、押さえ方は親指でグッと押さえる感じ、はい、で痛気持ちいいぐらいで押さえる、はい、はい、ではやっていきましょう、はい、でもバレないですよね、これ読んだのですね、はい、これ10秒やっていきます、はい、痛気持ちいいぐらいでねやってください。はい、あともう10秒やっていきますね、はい、まあ、手も疲れるのでちょっとリラックスしながらやってください。押さえてもらって、まあ、1回でもね全然効果あるんですけども、まあ、2回ぐらいやってもらったらより効果あるかなと思います。なるほど、はい、結構押したら効いてる感じが、うん、響きますよね、うんうん、で次反対側やっていきましょうか、はい、でここを押さえて、はい、分からへんかったらこっちちょっと上げてもらうとね、うん、いいと思います、はい、これやったら簡単ですよね。簡単です、はい、もうちょっとこううつむいてしてるけど何やってんのかなって、どうしたので元気なんやでとはい、ちょっと休んでもらって、はい、ラスト10秒いきますよ、はい、これで終わりですからね。はい、足の疲れとかも結構取れるんですよ、これ、むくみとかも取れます。あ、はい、そうなんですね、うん、はい、OK です。ここのツボはどういう影響があるんですか、うん、これはですね、あの内臓、まあ、特に E なんですけども、はい、そこを活性化させるツボって言われてるんですね。胃のツボなんですか。胃のツボです、はい、なのでここを押さえるだけで活性化されて、はい、胃の吸収力とかが上がっていくので、はい、栄養素もしっかりと吸収できるという感じですね、はい、ここが胃っていうのは知らなかったですか。結構、ね、意外なんですけども、うん、離れたところにあるんですね、うん、でここを押さえてるとキルキルキルっていう風に音鳴ると思います、うん、へ、それだけで働いてるっていうことが分かると思います。お腹空いてきました。食べてください。なんか胃が元気じゃない人多いんですよ。うん、あ、そうなんですね、うん、いや胃の状態が良くないと、うん、本当にですね、消化がうまくいかないから、うん、その後の腸も悪くなっちゃうんですよね。あ、その先のね、うんうん、これは食事前にちょっと押すだけでいいです。なるほど、まあ、その中でも、まあ、できるやつからやってもらったらいいと思います、うん、全部やらなくても効果ありますし、はい、はい、どこに効かせたいかでちょっとこうね、うん、7つの中から、うん、今日はこれ選んでもいいですね、うん、そうですね、はい、今7つ全部やったら、はい、運動した後みたいな、あ、そう結構すごい代謝上がってる感じがします。全身の代謝上がりますので、うん、それだけでもダイエット効果あるんちゃうかなと思います、はい、本当にお腹空いてきました。あとちょっと撮影あるんで我慢してください。食欲全開でまだ行かんといてくださいね。はい、ということで、はい、食事の効果を高めるストレッチ7つですね、考案していただいて、はい、初公開です。初公開です、これは。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそ。無茶ぶりのお願いを。楽しかったですよ。すごい勉強になりました、はい。ぜひ皆さん、やってみてください。今回ですね、トモ先生の YouTube チャンネルとのコラボで、トモ先生の方のチャンネルでも、私との対談を公開しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、概要欄にリンクを貼っております。そして今回は食事のお話でストレッチを教えていただいたんですけど、バナナ干しを治すというのがテーマですよね。そうですね、はい、バナナ干しが治るとスタイルも良くなるし、体調も良くなるっていう、そう、まあ、いろんな、ね、症状を改善できるのがこのバナナ干しの改善なんですね、はい、で、まあ、反り干しみたいな状態なんですけども、それを改善すると不眠とかむくみとか便秘とか冷え性とか、まあ、一見、ね、関係なさそうなことも改善できます。お腹痩せとかもできますので、ぜひ読んでほしいと思います。本のリンクも概要欄に貼っておきます、はい、ということで今回はトモ先生にいろいろストレッチを教えていただいて、はい、忘れないようにやりたいと思います。ぜひ忘れずに習慣にしてほしいと思います。はい、はい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、やってみてください、はい、トモ先生、はい、最後までありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、また見てください。ありがとうございました。